こんにちは、花屋龍馬さん。そして動画をご覧の皆様、今日もね、神童花屋龍馬シリーズを続けたいと思いますけども、そう、数字が走るっていうのはね、まあ、ビジネスだからありえるんですよ。で、それが悪いことでもないんですよ。で、自分が数字が走った動画を野放しにしておくことができるかどうかなんですよね。もちろんこれは動画を投稿する人の選択です。見てる人の評判が悪いから変えようかなでもいいですし、見てる人の評判なんて関係なく自分の情報を発信するんだでもいいですしね。どちらにしても活動っていうのは自分で決めることであり、そしてなんか変な話ですけども、視聴者さんに決めてもらうことなんですよね。これはね、本当に表現しにくいんですけども、確かにね、私もいろんな動画出してネガティブな反応は嫌ですよ。嫌なんですけども、ネガティブな反応をいただいても、それを受けてどういうふうにするかってことなんですよね。まあ、私の場合はね、本当に直球で嫌なこと書かれたら、それをネタに動画を作りますね。これはなかなか面白くてですね、私は特に隠居してますんで、これができるんですよ。あなたは何も分かってないのに勝手なこと言わないでとかね、そんな情報発信したら誤解する人がいるでしょうみたいな言い方されるんですよね。これについてはまた私ね、もうずいぶん前から鉄板の答え方があって、まず一つはね、あなたがそんなこと言ったら誤解する人が出てくるよって言われたことに対しては心配ないですよと。私の視聴者さんは賢い人ばかりなんで、私が間違えたらね、それを間違えたこと言ってるなっていうふうに差し引いて聞いてくれますから、私の発言を鵜呑みにする人は私の視聴者さんにはいないと思いますよと、だからそんなに私の視聴者さんをバカにしないでくださいよっていうふうに柔らかくね答えますよね。でも本当に私はそうだと思うんですよね。で、もう一つはですね、世間知らずとかね、全然常識分かってないっていう、そういうふうなね、コメントに対してなんですけども、まあ私は隠居してますんで、社会のこと分かりませんから、まあ気にしないでくださいと。分かってない人間が社会を離れたところから勝手に言ってるだけですから。それは何々さんの方が詳しいですから、それはあなたが正しいんで、もうかなわないですよ。勘弁してくださいよみたいな感じで、素直に負けを認めて、自分の学びにさせていただくってところかなと思いますね。で、まあ、嫌な目にあったっていうのは、はっきり言ってね、そう言った方が話が通りやすいかなと思いますんで、便宜上言いますけども、私そんなに気にしないんですよね。特に何か言葉とかね、文字で落ち込むことあんまりないんですよ。励まされたらね、100倍ぐらい励まされちゃうんですけども、なんかその、ある一定の文字列を見ただけで、気がめいっちゃうってことは、まあ、ほとんどないですね。まあ、ですんでね、どんな罵詈雑言も全然気にせずに、むしろそれをネタにしてですね、動画が2、3本ついでに撮れちゃったみたいな感じですかね。まあ、花屋龍馬さんもこれからいろんな表現をしていく中で、自分のね、好きな表現とか、思ってもみないような表現とかに出会うと思うんですよ。全部、それは情報発信者の肥やしですね。私はね、情報発信する人って圧倒的に足りないと思うんですよ。全然足りないと思うんです。だから、いろんなことを知らない人がいるとしたらね、これは情報発信する人が少ないからだと思うんですよ。ですので、どんどん情報発信する側に皆さんね、回ってほしいなっていうのが、まあ、切なる願いなんですよね。私のコメントに、私のね、動画にコメント書いてくださる方って、少なくとも自分の思いを発信できる人だと思うんですよ。ですので、いつか私のコメント欄に書くことから、直接マーケットに自分のウォールにですね、自分のタイムラインに、書いていただければ、もっともっと多くの人にたくさんの真実が伝わるんじゃないかなと思いますよね。まあ、花屋龍馬さんはね、自分のアカウントで放送してますから、すべてのことがいいことも悪いことも、花屋龍馬さんの財産なんですね。どんなトラブルがあっても、どんなね、美しい出会いがあってもそうなんですよ。ただね、山根さん、すごいでしょ。山根さんは自分の思うがままに放送してます。で、再生回数を出すことに焦ってないんですよ。まあ、もちろんね、たくさんの人に見てもらいたいなって気持ちはあるでしょうけども、でもそれが優先度の上にはないんですよ。自分の思うがままに、自分のこの西アクラソンという街をね、すごく愛している、この街を表現したいと。元西アクラソンに住んでいた方が、別のところにいても、自分の生まれた故郷をですね、発信している人がいるってことを知れば、なんかの励みになるんじゃないかなっていう、そういうふうなね、遠方に住んでらっしゃる西アクラソン出身の方への、同郷の方へのね、プレゼントなんじゃないかなと思うんですよ。でもね、山根さんって、再生回数も結構取ってるんですよ。なんか20万回みたいなね、動画もあったり、100万回みたいな動画もあったりね。だから、狙わなくてもね、そういうのは、いけるんですよね。なんか、受ける動画だーって言ったからね、そこにダーッと突っ込む。それも一つの道だと思いますけども、それをしなくても、
思わぬところで見てくださる方がいるということもありますしね。まだ始めたばかりですから、結果焦らずに、でも結果を求めながら、この複雑な数字の世界を、表現の世界をね、楽しんでいけばいいんじゃないですかね。それじゃあ、ズームライブ楽しみにしてます。速稼塾の YouTube、YouTube グループね、侮れないですね。みんなすごい人ばかりですね。まだまだ見ますからね。花山さんもぜひね、ご縁を作って、たくさんの速稼塾 YouTuber さんと、ご縁をね、深めていただければ私も嬉しいです。それでは、いってらっしゃい。